マッキーは2012年に公開されたインドのファンタジー映画。テルグ語、タミル語で制作され、監督は SS ラージャマウリ、脚本は父親の KV、ビジャエンドラ・プラサードが務めた。悪辣な実業家に殺された主人公がハエに転生し、恋人を実業家から守ろうとするファンタジー作品。プラサードの 人間に復讐を企んでいるハエという冗談から着想を得て1990年代から構想が練られていた。ラージャマウリはあなたがいてこその,の撮影を終えた2010年から本格的に企画を進め、同年12月7日からハイデラワードのラマナイルスタジオで撮影が行われた。2012年に最も高い興行成績を収めたテルク語映画の一つであり、 12億5000万ルピー以上の工業収入を記録したものの、ヒンディー語吹き替え版の工業成績は振るわなかった。トロントアフターダーク映画祭や、上海国際映画祭で上映され、国内外の多くの映画賞を受賞した。ある日の夜、眠りにつけない少女が、父親におとぎ話をするようにせがみ、父親は、ジャニという一匹のハエの物語を聞かせる。貧しい青年ジャニは、 向かいのアパートに住んでいる NGO に所属する美女、ビンドゥに恋していた。ジャニーは彼女のため思い様々な突拍子もない行動に出ては周囲の人間に呆れられていたが、ビンドゥは態度に出さないながらも彼のことを好意的に見ていた。ビンドゥは NGO の活動資金を集めるために実業家スリープの屋敷を訪れるが彼もビンドゥの美貌に惹かれてしまう。スリープは 彼女の気を引くために150万ルピーを寄付して近づくが彼女が貧乏人のジャニに恋していることを知ると金と暴力で全てを手に入れてきたスディープはプライドを傷つけられ彼を殺そうと計画する。ジャニはビンドに思いを告げたた帰り道でスディープの部下に誘拐され殺されてしまう。その直後事情を知らないビンドはジャニに電話をかけて思いを告げ それを聞いたジャニは、奇跡の力でハエに転生する。ハエに転生したジャニは、生前の記憶を失ったままさまよっていたが、何食わぬ顔でビングに近寄るスディープを見た途端、人間だった時の記憶を取り戻す。スディープは、自分の骨を使い、ビングを文部大臣に面会させて、NGO 活動の支援を取り付けようとするが、それを知ったジャニは空港に向かうスディープの車を、襲撃して、 暴転事故を引き起こす彼はフロントガラスにお前を殺すとメッセージを残しそれを見たスディープは恐怖するジャニは自分の死を悲しむビンズの元に向かい自分の正体を明かし自分を殺したのはスディープだと告げる真相を知ったビンズはジャニと協力してスディープへの復讐を計画する一方スディープは ジャニの妨害によって事業に失敗し、莫大な資産を失ってしまう。タントラ像から、ジャニがハエに転生して、自分を狙っていると告げられたスディープは彼を殺そうと、するが、帰り討ちにされてしまい毛を失ってしまう。スディープは、ビジネスパートナーに助け出されるが、ビングがジャニと組んでいることを知り激怒する。彼はジャニを誘い出すため、ビジネスパートナーを殺して7億ルピーの保険金を手に、 入れる。ビンドを屋敷に招いたスディープは誘い出されたジャニーを殺そうとするが彼の手にした針で体を刺されて追い詰められる。しかし、スディープがビンド土を人質にしたためジャニーは抵抗を止め逆に針で体を刺され重傷を負いながら体に火をつけてスディープに襲いかかる。攻撃はスディープにかわされるが彼はそのまま酸素シリンダーに突っ込み スディープを巻き込み屋敷は大爆発を起こす。ビンドゥは崩壊した屋敷から見つけたジャニの羽をお守りにする。しばらく後、バイクで出かけたビンドゥにバイクに乗ったナンパナンが近づき、彼女をくどこうとするが、その途端、ナンパナンのバイクが横転する。ナンパナンの目の前には、再びハエに転生したジャニが現れ、彼女に手を出すなと警告する。 父親から物語を聞かされた少女は、ハエになってもビンドゥを守り抜いたジャニに感動する。ヒンディー5番公開イベントでのデイブガン、ナーニ、ラージャマウリ、カッコ内は日本語吹き替え監督の SS ラージャマウリ1990年代、後半、KV、ビジャイエンドラプラサードは、人間に復讐を企むハエという冗談を、息子、SS ラージャマウリに話した。その後、 プラサードは1830年代のアメリカ合衆国を舞台にアフリカ系アメリカ人が家族の奴隷解放を求めて死亡し、ハエに転生するという脚本を思いついた。ラージャマウリは、あなたがいてこその、の撮影を終えた2010年に父の語った脚本について、最高をはじめ、映画をテルグ語、タミル語の2バージョンで制作することに決めた。本作は、 ラージャマウリにとってタミル語映画の初監督作品となった。映画はダックバーティスレーシュバーブの大手製作会社スレーシュプロダクションにプレゼンされた。ラージャマウリは物語にふさわしいキャストの必要性を感じ、キャリアの中で初めてキャストの選考を行った。主演のナーニは主要3キャストの中で最初に選ばれ、彼は自身の出演シーンの撮影を25日間で 終了させた。ヒロイン役には、サマンタ、ルスプラブが選ばれた。主人公と対峙する悪役には、ラージャ・マウリが乱出演時の演技に感銘を受けたスディープを起用し、ジャニの友人役には、ノエル・ショーンを起用した。スディープは悪役を演じるにあたり、1983年の映画、バクタ・プロラダからインスピレーションを得て、単純な敵対者よりも灰色の色合いを持つ、 悪者を意識して撮影に参加した。ラージャマウリは、ジャナルダン・マハリシとクレイジー・モハンが、テルグ語、タミル語用の脚本を執筆する間、いとこの SS 感知をスクリプトドクターとして起用した。撮影監督には、ジェームズ・ホールズが打診されたが、想像面での意見の相違とスケジュールの都合で、見送りとなり、KK センティルクマールが起用された。音楽は、 MM キーラバーに、編集は、コータギリベンカテイシュワラ、ラオ、美術監督は、ラビンダーレリ、衣装デザインは、ラージャマウリの妻ラーマがそれぞれ担当した。打ち合わせ中のスディープ、ナーに、ラージャマウリ2010年12月7日、ハイデラワードで、撮影開始イベントが開催された。撮影は6ヶ月間かかり、1億千万ルピーの費用が投じられた。 最終的な制作費は2億6千万から4億ルピーかかったとされる。2011年2月22日、ハイデラワードで主要撮影が開始され、全体の90%が同地のラーマナイドスタジオで撮影された。3月上旬には、シャムシャバード近くの寺院で撮影が行われた。ナーニ、サマンタ、スディープ3人のシーンは最初に撮影され、 3月16日に終了した。しかし、4月に入ると、制作側と、労働組合の労使交渉が揉めたため、ラージャマウリは、組合のストライキが続く場合は、撮影現場を、ハイデラワードから移すことを考えた。9月上旬からは、コカペットに移動して撮影が続けられ、2012年2月に、主要撮影が終了し、ポストプロダクションが開始された。ラージャマウリによると、 フィルムユニットは撮影を始める前に 3D 映像について相談した。各シーンの撮影が終了した後、編集、再撮影チームはシンプルなグレースケールを用意してアニメーション撮影を行った。主要撮影ではアディアレクサのプライムレンズを使い、接写ではプローブレンズが使用された。センティルクマールは強い明度が必要とされる場所では F8。F 例の特殊レンズを使い撮影を行った。スローモーションシーンではファントムカムが使用された。デジタルインターミディエートはハイデラワードのアンナパルマスタジオで行われた。ハイエンドの DI システムは完成までに半年間かかった。サマンタの歌の部分を吹き替えた歌手のジンマイはハエが合成されていない動画を見ながら吹き替えを行ったため吹き替えるのが難しかったと述べている。 ラージャマウリはヒンディー語吹き替え版を制作するためにアヌージ・グルワラと交渉し彼はジャニの吹き替えを担当することになった。アジャイ・デイブガンと妻のカジョールは映画の冒頭で子供に物語を聞かせる夫婦役のナレーションを務めた。映画の最後のシーンはデイブガン、サルマン・カーン、アクシャイ・クマールの3人からハエに変更された。打ち合わせ中のラージャマウリ。 ドレーパー特殊効果は、R.C. カマルカンナント・ピート・ドレーパーが担当し、ラフールベヌ・コパールはスーパーバイザー兼マットペイントを担当した。また、後年、バーフバリ伝説誕生で、VFX スーパーバイザーを担当する、V3 ニバスモハンも、ショートシークエンスを担当している。当初、ラージャマウリは、ハエの映像を4ヶ月間で完成させる予定でいたが、 実際には完成まで14ヶ月間かかっている。アニメーション関連の制作の90%はハイデラバードのスタジオで行われ、残りの10%はアメリカで制作された。インドアジア通信社の取材に対してトレーパーは、ハエのデザインを作るために13人の専門家と大手のアニメ制作チームと共同で制作することを述べている。理由として、 ピクサーアニメーションスタジオが制作したルクソージュニアにインスピレーションを得たラージャマウリが彼らがハエの顔の80%を占める目を表現豊かに描くことができると感じていたためというアニメーションチームは準備された資料を参考に作業を始めたがラージャマウリの満足する出来ではなかったため彼は細部を調整することにした撮影チームは冷蔵庫に保管していた 瓶詰め状態で気絶しているハエを撮影し、ラージャマウリはスクリーンに魅力的に映すため、ハエの顔にメイクを施した。ドラッパーを含む新しいアニメーションチームは2ヶ月間でハエの映像を制作した。頭部と毛は胴体と羽が完成した後で制作され、同時に制作をスムーズに進めるため、粘土像を活用した。一部の特殊効果はインドでは制作できなかったため、 アルメニア、中国、イラン、イスラエル、ロシア、イギリス、アメリカのスタッフを雇用して制作された。本作は CGI キャラクターを90分登場させる初のインド映画となり、2234カットの映像を使用している。6月中旬まで2970カットの映像が完成し、未完成だった226カットが撮影終了後に映画が完成した。 資格効果だけで7000万ルピーの費用がかかっている。音楽を担当したキーラバーには映画のテーマである復讐が世界的な普遍のテーマであるため作曲にあたり彼が唯一の挑戦としたのは音楽が独自の民族的または地域的風味と魅力を持たないようにすることだった。彼は明動音を音楽に取り入れ真の感情的要素に合わせて ローを増減させた。ラージャマウリは、ロボットの撮影終了後、脚本を担当したマダン・カールキに重要性を伝え、サウンドトラックの歌詞を書いてほしいと依頼し、キャラクターの詳細なプロフィールを提供したほか、カールキが歌詞を書きやすくするために撮影シーンを用意した。2012年3月30日、ハイデラバード郊外のブラハクマリス大学で開催された。 プロモーションイベントで発表された。4月1日に、チェン内で開催されたイベントで、サウンドトラックがリリースされ、iTunes でのリリースは違法ダウンロードを警戒して4月3日まで延期された。ザヒンドゥーのサンジータデビダンドは、サウンドトラックをメロディアス、バックグラウンドスコアが心地よいものから、遊び心があるものまで映るのとは、対照的ですと批評した。 同志の批評家 SR はショーカクマールは、ビジャやプラカーュの演出を賞賛している。ザ・タイムズ・オブ・インディアのカルティク・パスプレートは、キー・ラバーには、ラージャ・マウリのために最善を尽くしたとして、サウンドトラックを彼の最高の作品と評価した。ゴリアテに挑むダビデ映画は、復讐を題材にしており、主人公は殺害された後にハエに転生し、殺害者への復讐を誓う。本作は、 デビット・クローネンバーグのザ・フライトの類似点が見られる。同作は実験中の事故で科学者とハエが融合する SF 映画だが、ラージャ・マウリは本作を社会的ファンタジーと位置づけている。また、ラージャ・マウリはアンナプルナ・インターナショナルスクールのフィルムメディアキャンパスの学生との対談の中でジャニーとスディープの戦いを ダビデとゴリアテの戦いと、インドが初優勝した1983、クリケットワールドカップと比較して語っている。脚本を担当したクレイジー・モハンは、本作をアパーバ・サガット・ハーハーゲルと比較している。モハンは、ザ・ヒンドゥーのマラティ・ランガラジャンとのインタビューで、脚本は、スチュアート・リトル、シュレックに似ているが、ハエに人間が苦しめられるアイデアはオリジナルであると、述べている。 タミル語映画誌や俳優のモハンブイラーマンは、ナラネラム、ネイヤのような人間の主人公が、不在の動物中心の映画と指摘している。批評家バラジャウランガンは、ウォルトディズニーカンパニーのアニメーション映画とは、対照的に、いくつかの擬人化表現を除いて、主人公がリアリズムに属していると批評した。ミッドデイは、オーストラリアの短編映画、映画2コックローチの、 結婚式当日に殺された後に、ゴキブリに転生する、主人公と本作を比較している。映画の第二のテーマとして、死を超えた愛がある。ランガンは、ジャニと、ビンドゥの愛を、ゴースト、ニューヨークの幻に例えている。ニューインディアンエクスプレスのマリニマンナートも、スディープに殺されたナーニが、ビンドゥに近づこうとする姿を、ゴースト、ニューヨークの幻に重ねている。一方で、 批評家マヤンクシャカールは二人のロマンスはストーキングのようだと批判している。ランガラジャンは映画の早い段階で悪役が主人公を殺せるというエクストリームステップを踏んだと述べた。これはヒロインへの欲望を抱き主人公を脅かすステレオタイプの悪役とは対照的な描かれ方だと指摘した。ニューインディアンエクスプレスのクリュティ・グローバーは映画の中に タントラ教の影響があると指摘した。ナーニの使と伝承は、インド神話のアスラ・バスマスウラに殺される、魔術師に似ているという。また、ランガラジャンによると、タントラ教と黒魔術のテーマは、映画監督 B ・ビッタラ・チャールヤの、プロットデバイスを連想させるという。2012年7月6日に、約1100スクリーンで公開された。公開に際し、タミル・ナード州政府は本作に、 娯楽税として30%の税金を課している。10月12日には、マッキーのタイトルで、ヒンディー語版が公開された。また、中国語版、スワヒリ語版に吹き替えられたバージョンも公開された。スワヒリ語版は、タンザニア、ケニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、コンゴ共和国で公開され、本作はアフリカで初めて公開された、テルク語映画となった。 テルク語版の配給券は3億4000万ルピーで販売され、PVP シネマが5000万ルピーで配給券を取得した。インド国外では14リールエンターテインメントがフィークス・インクと共同で配給している。ヒンディー語版の配給はリライアンスエンターテインメントが担当している。本作のテルク語版は世界各地の映画祭で上映された。 2012年12月に、チェーン内国際映画祭で上映され、サンダンス映画祭で上映された後に、第66回カンヌ国際映画祭と、上海国際映画祭で公式上映された。また、富川国際ファンタスティック映画祭、富山国際映画祭でも上映された。公開から数週間後、チッテゥール県バラダイアパレムで、海賊版外法上映されていることが発覚した。 フィルムの透かし検査を実施したところ、海賊版の製造には、ビデオカメラが用いられたことが判明している。また、検査によって、海賊版がコーヤンブッテュールの劇場で盗撮されたものと断定された。ラージャマウルによると、海賊版は、インターネット上に違法アップロードされてから1週間以内に、約65万5千回ダウンロードされたという。違法ダウンロードへの対策として、 海賊版につながる2000のインターネットリンクを削除している。トレードアナリストのコマル、ナータによると、マッキーは公開初日の南インドで1億7000万ルピーの興行収入を記録した。また、公開週末には31スクリーンで53万8996ドルの収益を上げた。タミル・ナード州では、公開十日間で二百八スクリーンから一億三千万。 ルピーの工業収入を記録した。第2週末には42スクリーンから253,334ドルの収益を上げ、10日間の合計で913,046ドルの工業収入を記録した。その間、アメリカでは14,259ドルの工業収入を記録していた。タミル・ナード州では公開3週間で1億8,000万ルピーの 工業収入を記録した。2012年8月上旬までに、テルム5番、タミル5番は合計で5億7000万ルピーの工業収入を記録した。バンガロール・ミラーによると、世界工業収入は2012年8月時点で11億5000万ルピーを記録した。最終的な工業収入は12億5000万ルピーから13億ルピーと報じられている。 アメリカでは108万ドルの工業収入を記録し、同国で最も高い工業収入を記録したテルク語映画の一つとなった。また、タミル・ナード州でも最高額の2億4660万ルピーの工業収入を記録し、2009年公開のアルンダティの記録を更新した。インドアジア通信社は、本作を2012年で最も高額な工業収入を記録した。 テルク語映画に位置づけた。一方で、バンガロール・ミラーは本作を、ゴバー・シンに次ぐ2番目に位置づけている。デカン・ヘラルドによると、本作と、ジュライは、2012年のテルク語映画で最も高額な予算で制作され、観客から公表された映画に選ばれている。しかし、各地での公表とは異なり、ヒンディー語版の興行成績は伸びず、最終的には、 平均的な記録に終わっている。ヒンディー語版の不振について、ラージャマウリはプレゼン不足によって、人々に十分に伝わらなかったことが原因と感じ、バーフバリー伝説誕生のヒンディー語版では、カランジョー・ハルと提携している。ザ・ヒンドゥーのバラジャウランガンは、悪役とヒロインのみで人間の主人公が不在で、観客を、面白く、センチメンタル、アクション満載でロマンティックな物語を導いた。 この中には多少のオカルトも含まれていますと批評している。また、同志のマラティ・ランガラジャンも私たちの無敵のハエを作り上げたラージャマウリの創造力を称賛しましょうと批評している。ザ・テレグラフのカリシマ・ウパディヤイは本作をフレームの最初から最後まで勝者と呼び、ラージャマウリの脚本を不条理が現実のものに見え、あなたは 彼が投げつけるものを喜んで受け入れるでしょうと絶賛した。Twitch フィルムの j ハルタードは本作を今年最高に狂った最高に独創的な映画と表現し、ラージャマウリの脚本と特殊効果、スディープの演技を称賛した。インドアジア通信社の VR ラジャクは4、5の星を与えてキャストの演技と音楽を絶賛し、ラージャマウリは特殊効果に注力しているが、 チーム全体の苦労は、スクリーンにはっきり見えていると述べた。サファイの利用者は、本作を、漫画のようなファンタジーと呼び、映画は、あなたを深遠な体験に導きますと批評している。rediff.com のラディカラージャマリは4、5の星を与え、映画の視覚効果、キャストの演技、撮影技術を称賛した。ザ・タイムズ・オブ・インディアのカルティク・パスプレートと、エムス・スガンスも4、 五の星を与え、今、シーズン、おそらく今後10年間のスリル満載の爽快感を提供した、あらゆる面で無条件の勝利を収める商業映画の勇敢な作品と批評した。CNN ニュース18のラジーブ・マサンドは四、五の星を与え、映画のコンセプトとスディープの演技を絶賛し、彼の役を、真の漫画の才能、漫画的な色合いと述べた。ツシケジャーは、 ボリウッドハンガマに、本作は、薄暗い、不安定なプロットを描いた、鋭い物語と述べ、勇敢で高猾なオリジナル、これは、シーズンのエンターテイナーですとコメントした。アヌパマチョープラーは4、5の星を与え、ヒンドースタンタイムズで本作を、乗る価値のある、狂った、ジェットコースターと表現し、この何年か見た映画の中でもも奇妙な映画と、批評した。 シャバーナアンサリはデイリーニュースアナライシスでアニメーションのハエを新時代のインドのヒーロー、高尚なアイデアと評価した。ニューインディアンエクスプレスのクリュティ・グローバーは効果的な特殊効果を使い編集を行っているにもかかわらず映画に適切な骨組みが欠けていると指摘し、ハエの誕生によって子供向けの愚かなアニメーション映画に変わってしまっていると述べている。 マヤンクシェカルは、ダイニック・バスカールに、映画の前提は、その可能性を超えて広がり、オリジナル、執着、生の形態で、ひたすら前に進んでいるとコメントしている。スディープ本作への出演をきっかけに、スディープは、国際的に高い評価を受け、ラジニカーンとは、私は、今まで、自分が最高の悪役だと思っていましたが、あなたは私を打ち破ったと、彼の演技を称賛した。 また、アッキネーニ、ナーガールジュナ、マヘイシュバーブ、ラームゴーパール・バルマも彼の演技を絶賛しており、バルマは多くの観客は映画での彼とハエのやりとりの演技を当然のように受け入れます。しかし、監督の立場で見た場合、ハエがいることを想像して演じることがいかに難しいかを私は理解していますとコメントしている。映画監督のチム・ブゼビンは本作の演技に感動し、 スディープをプリの悪役に起用している。シェイカルカプールは本作を引き合いに出して、地域映画がヒンディー語映画を上回る内容になっていると述べている。彼は、ストーリーと技術について、感銘を受けたと述べ、ハリウッドのスーパーヒーロー映画にも劣らないと批評した。シャールク・クカーンは本作を、素晴らしいオリジナル映画と呼び、子供と共に見るべき映画と述べている。ラバニー・アトリパティは、 バレイバレイマガディボーイに出演した理由として、主演のナーニの本作での演技力を上げている。2012年12月、本作と、スリープは rediff.com の2012年のテルグの映画トップ5、2012年のベストテルグ俳優にそれぞれ選ばれた。レディフの昭場ウォーラーは、スリープを2012年のベストテルグ俳優に選び、彼の演技を 最高の演技であり、他のテルグ俳優に比べて、格段に優れていると称賛している。ラディカ・ラージャマリは、2013年1月に出版した、トップテルグ監督2012のリストで、ラージャマウリを筆頭に挙げている。ザ・タイムズ・オブ・インディアのプージャ・ラダードは、2015年8月に、死ぬ前に見なければならない、テルグ語映画の一つに本作を挙げ、 創造性を効果的に使いための高い基準を設けていますとコメントしている。2016年4月、スーリアはザ・ヒンドゥーのインタビューで、サガラ・ソング・ガメム、バーフバリ伝説誕生、マナムと共に本作を挙げ、従来の映画よりも人々に長く記憶される映画と述べている。ありがとうございます。